はい、どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃーん、カーズのおもちゃフローの V8 カフェプレイセットで遊びたいと思います。以前ご紹介したルイジのタイヤショップと同じシリーズですかね。くるくるーと回して箱の裏はこんな感じになってます。うわー、これは可愛いですね。はい、ペリペリ、おろおろろろろろ、あれあれ、あ、行きました行きました、じゃじゃーん、はい、出てきました。これね、かなり可愛いです。中にこちらのステッカーと、あと説明書が入ってたんですが、ルイジのタイヤショップはですね、日本語だったんですけど、これはね、英語ですね。僕には何のこっちゃわかりません。あと電池の絵があるんで、これね、電池をセットしたら何かが起こるようですね。それじゃあね、少ないパーツ、組み立てていきたいと思います。まずはね、この可愛い屋根ですね。屋根をここにぐさっと差し込みます。はい、ぐさよいしょ。深い蓋に1番のラベルをペタ。はい、次ね、こちらをぴょこっと起こして、はい、真ん中にペタ。はい、屋根ですね。中のパーツがこんな感じでひっくり返せます。ここに大きなステッカー貼っちゃいます。ペタペタペタ、最後のステッカーですね、ペタ。次こちらのパーツセットします。プラグみたいな形ですね。これね、シューターになってるんですよね。上のボタンを押すとビヨーンビヨーン、これでミニカーを押し出してくれるみたいですね。これはお店の後ろですね。後ろから差し込む感じで、よいしょ、いいのかなぐさん、あー、行きました行きました、合ってました。それではね、次にこちらの道路ですね。道路パーツをセットします。ぐさっとセットしてくるくる、どっちでもいけの、あ、どっちでもいけそうなんですが、今日はこっち側にしておきますね。はい、ぐさー、おお、かなり可愛いです。え、最後です。これが最後。V8 フローズカフェって書いてます。可愛いですね。くるくるくる。これを、はい、お店の前ですね。ここにぐさっと差し込んだら、よいしょ。はい、これでフローの V8 カフェの出来上がりです。忘れてました。電池入れなダメでしたね。電池は、そこなんですよね。はい、プラスをくるくると、お、硬い、くるくると回して、さあこれはなんだ。はい、ここに単4電池を1本2本、はい、3本セットして蓋をします。はい、くる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 、このおしゃれで可愛いフローの V8 カフェで遊んでいきましょう。ドックが来ました。ドックが、あ、ここでガソリンを入れるみたいですね。キューキュー、このね、横のレバーを下に動かすと、反対側に、ガンがありまして、ガンがこんな感じで動きます。チューチュー、もうちょっと前ですねチューチュー、はい、燃料入れます。ガソリンを入れる、ガソリンを入れるところは1箇所2箇所、くるくるくるーっと回して、おお、3箇所4箇所ありますね。プニーはですね、こんな感じでオイルの入ったカンカンが積み上げられてますね。おしゃれでかわいい。それではお店の中に入りましょう。バックから入りますペーペーペー、見えにくいんですけど、車をセットして、さっきセットしたシューターあるんでね、これ一番後ろを引っ張ります。カチッというまで引っ張って、シューターの上のボタンを押すと、こんな感じで発射します。次はドック、ブンブンブン、今度はクルーズラミレスレーシングタイプですね。3、2、1、ゴー。早い、ラミレス早い。ドックをお店の中にセットして、よいしょ、ここですね、ダイヤルを回すと、あ、床が回ります
ドッグも回ってます。こういうのよく似合いそうなのがラモンですね。ラモンセットしてくる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 、ちょっとやっぱり電気がないんで見えにくいですね。暗いですよね。くるくる。かっこいい。ラーモンかっこいいですね。それでは次にね、V8 カフェ2階行きます。パカッと開けますね。じゃじゃーん。はい、2階はこんな感じになってまして、アクションは特にないですね。ここには何が入ってるんでしょうね。アイスコールドオイルって書いてますね。オイルの冷たいのが入ってるんですかね。開けてみますね。いきます。バカ、うわオイルのカンカンが冷やされてます。これ面白い。でこれはなんかカップルで飲みそうな、なんかストローみたいなの2箇所出てますね。2階に、マックイーンと、マックイーンの恋人サリーをセットして、こんな感じでデートすることができます。でパカッと開けた屋根、ここですね。じゃ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 ーん。こんな感じで開きます。ここもね、おしゃれなフロアになってるんで、フローとラモンをセットしましょう。いいですね、かわいい。それでは最後、シューターの下にね、電源スイッチがあるんで、これをオンにしてみます。さあ、いきます。オン。どこが光るのかと言いますと、はい、見えますでしょうか。ちょっとね、部屋が明るいんで見にくいんですけど、赤色にこうなんかもうランダムに点滅していってますね。ちょっと電気暗くしてみますね。あー、すごいおしゃれでかわいい。はい、今回はカーズのおもちゃフローの V8 カフェプレイセットをご紹介、遊んでみました。それでは今回はこの辺で、じゃあまたね、バイバーイ。